You need more. ゆりほんじょ新型コロナウイルス感染症対策本部から感染拡大防止のお願いです不要不急の外出はしないでください特に県外へ出かけることはやむを得ない場合を除き避けてくださいまた生活に欠かせない買い物を除き不特定多数の人と出会う場所へは行かないようにしましょう 県外に暮らす家族や親戚の帰省・訪問は控えてもらいましょう。なお、やむを得ず県外から県内に訪れる方については、他の人とできるだけ会わず健康観察をし、家族との接触や会話も最小限にしてください。人との接触を最小限にしてください。 換気の悪い密閉空間、多くの人の集まる密集場所、間近で会話する密接場面のいわゆる三密を避けてください。年齢の若い人は、感染しても症状が現れない場合があります。若い人同士の集団行動を避け、お年寄りとの接触にも気をつけましょう。 帰宅時などには、こまめに手洗いをしましょう。また、外出する際、マスクをつけましょう。ハンカチなどで口を覆う咳エチケットを守りましょう。熱や咳などで異常を感じた場合には、直接医療機関に行く前に、秋田帰国者・接触者相談センターに電話してください。 電話番号はご覧の通りです。自分の命を守るだけでなく周りの大切な人の命も守るよう市民の皆様のご協力をお願いします。